はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、自分でやっていると思っていても、実は人から見たらやっていない可能性があるということについてお話ししたいと思います。この「やっています」っていう言葉ありますよね。自分は仕事をやってます。自分は作業してます。自分は言われた通りにやってますとかね、そういう言葉あると思うんですけど、やっているっていう言葉って、もう日本人であれば意味がわかるじゃないですか。やっているっていう言葉自体の意味ですね。まあ、ただですね、このやっているっていう言葉が、同じ言葉なんで、実際にその内容がね、実は稼いでいる人と稼いでない人とでは、内容が乖離していることってかなりあるんですよね。で、これがですね、実はすごく言葉の問題というか、考えのズレになってきちゃうところでもあるんですけど、人によって、同じ言葉でもね、自分フィルターっていうのを持ってて、自分の中の、記憶でね、すべて判断しようとするんですよね。例えば作業をね、やっているっていうふうにね、A さんと B さんがね、言ったとしても、同じようにね、言葉をやっているっては言うんですけど、内容を聞くと、もう全然違うことをやってたりすると。で、まあ A さんが稼いでる人で、で、B さんが稼いでない人。で、A さんの、じゃあやっているっていうのはどのぐらいやってるのかとかね、どんな風にやってるのかっていうのを細かく聞いていくと、1日ね、12時間働いてますと。で、働いてない時もね、常に稼ぐことだけを考えて、どういうふうにね、したら稼げるのかっていうことを常にね、考えて、日々検証してます。って言ったとします。でも B さんは、1日ね、8時間が限界で、もうそれ以上は無理ですと。で、できるだけね、仕事が終わったら、もう仕事のことはもう考えたくないと。娯楽とか、遊びとか、ね、お酒飲んだりとか、そういうことに時間使いたいですと。でも結局、仕事をやっているってことには変わりませんよね。仕事やってるの？って聞かれたら、本人はやってるって絶対言うんですよ。だここがすごく厄介なところで、今の話はね、極端な話というか、わかりやすく説明したんですけど、これがもっとね、人によって、環境が違ったりとか、使える時間がもちろんそもそも違ったりとか、いろんなね、ごちゃ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 してきて、正しく測ることっていうのはできないんですけど、やっぱり基準は、ビジネスやってるんであれば、稼げている人のやっているっていうことに、やっぱり合わせていく必要が絶対にあるんですよね。もし今の自分が、稼げてないと。で、稼げてなくてね、満足なら全然いいんですよ。それならもう何も言うことないんですけど、稼げてなくて、不満だとかね。もっと稼ぎたいとかっていうふうにね、思っているんであれば、今の行動とか今の考え方では稼げてないってことなんですよね、要は。なので、もっと稼げてる人の考え方とかやってることを、もっともっと今のレベル以上に知る必要があるってことなんですよね。で、この部分をね、結構、表面上の会話だけで、やっているとかね、1日8時間やってるよとか、1日ね、10時間やってるよとかってぐらいの会話だと、なかなかね、内容まではわからないじゃないですか。ただ時間の話をしてるだけなんで、そこまで掘り下げて話もしてませんから、結局、じゃあ、プラス2時間自分も頑張ればいいんだとかね、すごいそういう安易な考えで、で、結局ね、作業時間だけ増やしたはいいけども、中身のね、細かい部分がね、全然その稼げている人のやっているレベルじゃないんで、プラス2時間したところで大して変わらないとか。なんで、もちろん作業時間が取れるっていうことはすごく重要なことなんですよ。当たり前の話ですけど、絶対重要なことなんですが、それだけじゃないってことなんですよ。作業時間を増やせばそれでいいのかってことじゃないってことですね。自分自身のスペックがね、
まあ、同じ作業をして4時間でね、片付いちゃう人もいれば、8時間かかるとか、もっとかかるっていう人もいると思います。うん、なんで、それは、自分の実力に応じてね、まあ、A さんが4時間でやるところを自分が8時間かかるんだったら、A さんと同じようになるためには、8時間はやんなきゃダメなんですよね。うん、まあ、そういったね、感じで、細かくね、自分と、稼いでる人っていうのを比較する必要があるんですよ。まあ、僕は常にそういうふうにやって考えてるんですけど、意外と稼ぎたい金額とか、ああいうふうになりたいなとかっていうふうには思うんですけど、それは簡単じゃないですか、思うことは。数字だけ見てそれぐらい稼ぎたいっていうのは誰でも簡単ですし、で意外とその数字だけ見て比較しちゃったりするんですよね、人と。うん、で結局自分が数字的に、そこに至ってないと、まあ、落ち込んじゃったりとか、うん、まあ、行動しなくなっちゃったりとかね、そういう風になっちゃったりすると。でもじゃあもっとね、その数字で比較する前にもっとね、自分の置かれてる状況とか、まあ、自分のスペックとかね、全てをこう考えた上で比較してるんだったらまだいいんですよ。でもそれも比較しないで、考えないでね、度外視にして数字だけで比較するからおかしなことになっちゃうわけなんで、まあ、まずはですね、まあ、もちろん数字で比較するっていうのは当たり前にいいんですけども、それだけじゃなくて、そのね、数字で比較したんであれば、その人がどんな風にねやってるのかっていうところまで興味を持つと。まずはどのレベルで行動してるのか、で自分の行動レベルとか自分の思考のレベルですよね、自分の考えてるレベルとどう違うのかっていうのを常に考えて、でそれですり合わせていかなかったら、その数字って達成できるわけないんですよ。稼げてる人と同じように稼ぐっていうのはまず難しいじゃないですか、うん、なんで、まあ、本当にやってるっていうね、もう言葉ってそうなんですけど、まあ、結構抽象的なんですよ。言葉っていう概念自体がもうすごい抽象的なんで、もっと聞いていかなきゃダメなんですよね。実はその言葉よりも、もっと大切なものっていうのはその言葉の奥にあって、具体的にどうしてるのか、どういうふうに考えてるのか、どんなふうに考えてこう行動してるのかとか、そういうところまでね、もともと最初からシンクロできる人だったらいいんですけど、なかなかシンクロできない人ですよね、に関しては多分気づいていないとか、むしろ興味がないとかね、うん、そこまでの、まあ、思考に至ってないとか、まあ、数字だけで比較して終了っていうことですね。それで、ああ自分にはできないとか、あの人だからできるんだとかね、まあ、そのぐらいの、まあ、最初の初歩的な思考でストップして、で一番肝心な何が違うのかっていうところの興味まではいかないと、うん、でも本当に稼ぐってことは簡単じゃないっていうのはね、要はそれだけ稼げてる人のことを洞察する力がないと無理なんですよ、うん、どういうふうにやってるのかっていうところまでね、頭が考えがいかないと、表面上だけのね、まあ、例えばノウハウとか、やり方を聞いたところでそれが使いこなせなかったら意味がないですし、うん、もうそもそもノウハウ自体も言葉だったりするんで、まあそんな細かいことまではね、正直言葉では伝えきれないところってやっぱりあるわけですよ、うん、その時その時によって出てきたニュアンスで掴んでもらう部分とかもやっぱりあるわけですし、でそのニュアンスの部分が掴めてれば一気に稼げるようになっちゃったりとかね、逆に言えば、うん、あんまり大きあんまりねそこまで教えなくてもニュアンスの部分が掴めちゃう人っていうのはバン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 自分一人でね勝手に利益を上げちゃったりとか、うん、でもそれがなかなかできない、もしくはやろうとしてないというか思考しようとしてないっていう風になると、めちゃくちゃ細かいところまで考えなきゃダメですし、自分に落とし込むっていうのはやっぱりその稼いでる人がやってることとかね、いきなり真似しろって言われても無理なわけですよ、できるわけないんで。だけど徐々にそれを落とし込んでいかなかったらやっぱり稼げるようにはなれないわけじゃないですか。少なくとも稼いでる人と同じレベルで物事を見れたりとか、同じレベルで行動したりとかっていうことをやっていかないと、数字っていうのはやっぱり近づいていくことはないと思うんですよ。数字だけがね稼げる人と同じようになるってことは僕はないと思ってるんで、思考が完全に、
まず考え方が最初に来て、で思考が来て、でその後に行動が来て、でそれで結果につながるっていうふうに思ってるんで、最初の考え方とかその洞察の時点でずれちゃってると、数字っていうのは当然ですけどついてこないっていうのはもう当たり前なことかなと、うん、って思いますね。なのでまずそもそも比較する相手ですよね。まあ比較をするのであれば、その比較した相手のことを知ろうとするっていうことはもう最低限やらなきゃダメですし、それができないんであれば、考えたくないっていうんであれば比較しちゃダメですね、そもそも。うん、それは自分をただ苦しめるだけなんで、それをまずやめるってことですね。自分のペースでもうひたすらやるっていうところに集中する、こっちの方がまだいいです。うん、まあ、かといって人間一人じゃないんで、少なくとも他の人の影響っていうのは絶対受けるはずなんですけど、でもそっちに集中した方がいいですね。他は気にしない、もう一人で、一人の結果を追求するってところに意識を向けた方が、まだうまくいくかなっていう感じですね。でもし人と自分を比較するんであれば、比較っていうのは数字でしかないと思うんで、ビジネスの場合は、うん、で最初に数字で比較したんであれば、数字っていうのは行動で、もっと言えば思考からの結果なんで、最終的に言えば根本的なその思考っていうのをね、知っていく努力をしないと、数字だけ見てもついていかないですよってことなんですよね。じゃあそのやっているっていう言葉、まあ、今回ありましたけど、やっているってのはめちゃくちゃざっくりなんですよ。うん、8時間やってますっていうのもめちゃくちゃざっくりだし、超抽象的じゃないですか。じゃあその8時間どう使ってるのかとか、でじゃあぶっちゃけ1時間どういうふうに使ってるのかとかね、でもっと言えば5分単位でどんなふうに取り組んでるのかとか、本来はそこら辺まで落とし込んでいかないと、自分自身に、うん、そのぐらいの感覚で稼いでる人の考え方とかやり方を考えていかないと、本当に自分が今出せるスペックの金額しかもう稼げないってことなんですよね。うん、まあ、どんなにね、例えばドラクエで例えば勇者の剣をね、いきなりもらったとしても、レベルが1の状態で勇者の剣もらってもね、確かに強いんですけど、ぶっちゃけ使いこなせないでモンスターにやられちゃいますよね。なので自分自身のレベルが40とかね、50ぐらいまで上がってる状態で勇者の剣もらえれば、それはもう鬼に金棒ってやつじゃないですか。うん、まあ、要はそういうことなんですよ、結局は。うん、だからどういうふうに、勇者の剣を、まあ、使いこなしていくかっていうところになるんですけど、それはもう自分のレベルアップをもうしていくしかないっていうところなんですよね。でその自分のレベルアップをするためには、やっぱりレベルが高い人のね、知識とか考え方とか、そういったものに興味を持って、そこの部分からね、細かいところからちゃんと知ろうとしない限りは、ずっとねレベル1で、戦い続けるっていうことになってしまうんで、うん、なんで言葉は一緒なんですけど、まあ、実際ね、稼いでる人もやってるっていう言葉を使うし、稼いでない人もやってますとかっていう言葉も使うし、同じ言葉なんですけど、本質っていうのはその言葉の中にあって、でそこの本質の部分をどういう風にしていくのかっていうところを考えていかないと、稼いでる人と同じようにはまずなれませんし、さっき言った通りレベル1の勇者が、勇者の剣をもらった状態なんで、まあ、強いんですけど、そこでストップするっていうことですよね。うん、それ以上はいけないってことです。レベル40で勇者の剣を持ってる勇者にはずっと勝てないっていうことですね。うん、なんで、僕自身もやっぱり、もっと稼ぎたいなっていうふうに思ったりするわけなんで、そうするとやっぱり、自分よりもねレベルの高い人を探して、数字だけ比較したら本当にネガティブな発想になっちゃうんでね、数字だけ比較して、自分が稼げてないからってネガティブな発想になるんじゃなくて、じゃあその数字の差っていうのは何なのかってところにね、頭を向けるっていうかね、思考するってことですよね。どういう行動レベルでやってるのか、もっと言っちゃえばどういう思考で、動いてるのか、うん、細かいところまでやっぱり、見ていく。まあそのためには、そんなところってね、実際に人に、人がね自分から教えてくれることっていうのはまずないわけなんで、自分から聞かなきゃダメですよね、そういうことは。うん、まずその差に気づいて、自分がレベルがねまだ
レベル1の勇者なんだなっていうふうに思ったら、レベル40の人に、どういうふうにやったらね、その40まで持っていけるのかとかね、もうそれもちょっと抽象的な聞き方になっちゃってますけど、自分がある程度ね、モンスターと戦って、でこれってどういうことなのかって、そこの気づきの部分でね、レベル40の人に、聞いてみると、そこまで引き上げる力は持ってるわけですから、レベル40までだったら引き上げられるっていうね、レベル1から40まで経験してる人であれば引き上げることはできるんで、でもあくまでも戦っていくのは自分自身ってことですよね、自分自身が経験値を積んで、レベルを上げようっていう気持ちがなければ、経験値もたまりませんし、勇者の剣だけもらって宿屋にいたってね、全然強くなれないわけですよ、それから先は。だから勇者の剣を手に入れたんだったらね、もう本当に戦いに自分で出て、で、わからないことはもう聞くとかね、そういうことをどんどん繰り返してやっていかないと難しいと。だから僕も常に考えてますからね、まあ遊んでる時もそうですしね、やっぱりどうやったらこうなるんだろうとか、まあ遊びに関してもそういうふうに考えたりしてますよね。僕は結構歌いに行くのが好きなんで、まあカラオケとかね、行ったりするんですけど、でカラオケバーで歌ったりとか、するんですけど、やっぱりね、上手い人は本当に上手いんですよ。めちゃめちゃ上手くて、でどうやったらそんな風に歌えるのかなってね、普通の人だったらね、カラオケ行ったら自分が気持ちよく歌えば、まあそれで満足じゃないですか。でも僕はね、まあそれも好きなんですけど、でももっと上手くなりたいっていう風にね、やっぱどうしても考えちゃうんで、やっぱただ単に歌ってたら上手くなんないんですよね。カラオケに何回行こうが、なんだろうな、上手くなるような練習をして経験を積んでいかないと意味がないというかね、そこが結構難しくて、だからカラオケ1000回行きましたって言っても、多分上手くならないんですよ。じゃあどうやったら上手くなるのかってところを考えてね、1000回カラオケ行ったらめちゃめちゃ上手くなるんですけど、いやそれがね、まあ稼ぐってことで言ったら、まあコンサル受けるとかだと思うんですよね。ただ単に自己流で意味わかんない行動をねやるんじゃなくて、自分の中でね、ひたすらそういうふうにやるんじゃなくて、ある程度道筋があるところで、学んで、で、その道筋に沿った上で経験値をどんどん積み上げていくってことですよね。それをやらないと、結局ね、まあ、カメラ転売で言ってもなんか意味もわからない行動をしてね、ずっとひたすら、まあ、仕入れて売ってはいるんだけど、全然その稼げるっていうね、まあ、カラオケで言ったら上手くなるってことですね。上手くなるってことからはもう外れて、ただ単にカラオケに行くのが好きみたいなね、だから稼ぐっていうんじゃなくて、ただ仕入れて売るのが好きみたいな、結果的にそういう話になっちゃうんで、それは何回やっても意味がないし、カメラで売っても何個売っても全く意味がないと、いうことにやっぱりなっちゃうんで、その辺がねやっぱり、なかなか難しいのかなっていうふうに思いますけど、まあ、常にどうしたら上手くなるのかとか、どうしたら稼げるようになるのかってことはもう常に考えておくってことですね。もう本当に寝る以外はもう常に考えるくらいの勢いで考えた方がいいかなと思います。なんで、まあ、今回は、やっているっていう言葉一つとってもね、稼いでる人と、まあ、稼いでない人とでは全然ね、違うと、内容が違うということですね。でそこの部分に気づいて、常に稼げる人はどういうふうにしているのかっていうのを考えていくってことがすごく大切っていうことなんで、まあ、今回はね完全にマインド的な話になりましたけれども、ぜひねこの音声で何か気づいていただければと、思います。はい、今回はこれで動画を終わりになります。僕の方で無料のメルマガやっておりまして、動画の下記説明欄にメルマガ登録の URL 貼っておりますので、そちらからご登録をよろしくお願いします。YouTube のチャンネル登録いただきますと、新着動画漏れなく見ていただけますので、こちらのチェックもぜひよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。